福島第一原発にたまり続ける処理水の海洋放出は先月24日から始まりました。1回目は17日間かけてタンク8基分にあたるおよそ7800トンを放出する計画で、今日正午までにすべて終了したということです。多賀城市の海洋生物環境研究所では、放出後今月8日までに福島原発の沖合で取れたヒラメ、ホウボウ、トラフグ、マダイの22検体を検査してきましたが、トリチウムの濃度はすべての検体で検出できる限界値を下回る不検出でした。東京電力は今後3週間ほどかけて設備点検を行って、9月末から10月上旬にも2回目の海洋放出を始める予定です。